髪の日焼け止め。あ、すごい、ありがとう。なんでだっけ、かわいい、超いい匂いするの。しかもいい匂いするの。あ、間違えた髪髪にしたじゃあここにかけるいや、わかる、同じ効果は得られると思う。満足度このさ、空いてるところにわかる、ありがとう。履きに行ったかペンちゃんはいい、こことか焼けるもんね。そうそうそう、この掃除ね、かかってる、日焼け止めか、うん、新しいね。昨日さ、美容室行ったらさ、うん、くれたんで。いいね。制限がわかんないから、とりあえずいっぱいかけてるけど。さあ、お寿司です。前半2バーディーなんとトップタイということで、何位でしたっけ。え、サインのかも、噛み合ってないぞ。じゃあそうかも、噛み合ってないぞ。目標は3バーディー減った、減ってる、減った、減ったね。ちょっとガチガチになりすぎてるなっていうところがあるので、ね、まあ、3バーディーぐらい、うんうん、を目標にね、まあ、前半と同じぐらいか、または、うんうん、目標に、まあ、3は行きたいね。そうそうそう、じゃあ最低3バーディーぐらいのイメージとかね、うん、そう、目標3バーディー、まあ前半より変更です。はい、はい、まあ、結構難しいらしいんで、後半もアップダウンはあって。そうですね、後半ね、私後半の方が覚えがある気がする。よし、行きましょう。ロングスタートですから、はい、やっぱりここは取っていきたいなと思います。はい、じゅんちゃんの意気込み的にどうですか。そうです、ロングですから、ロングですから、ここは、はい、同じことにロングですからいきますよ。しかもなんか下りバーディーでチャンスですね。下りのね、右ドッグなんですね。あは、はい、でセカンド、うん、ちょっとね、右サイド攻めたくなるんだけど、うん、結構ね、OB が浅い、うんうん、これは記憶してます。じゃあ左左からの右って感じですね。そうですね、左左からの右のイメージがいいんじゃないかと思います。これは記憶してます。じゃあここはバーディーですね。まだ固まっちゃって多分打てなくなるよお願いします。はい、お願いします。おー、6割。合ってるでしょ。合ってる。5じゃないでしょ。5じゃない。お願いします。お願いします。さよなら。まあまあ、いるはいるよ。一人いるとこだから。まあまあ、いるはいる。あんまりない。いるいる。コースもいる。結構右浅いんですよね。ちょっとこれ、はい、でもいけんじゃない？あ、でも長いか、ちょっとまだバンカー、これ左の方がいいよね。そうだね、あの右のバンカーの裾とか奥のバンカー狙いの方がいい。そうだね、おー、完璧やん。今日一やない。お、完璧完璧。え、今ペキコだよ。ペキコだよね、うん、ソウルってやった。ソウル、わかる、うん、ソウル、ソウルってやった。ソウルってソウルみたいな惜しかった。ふざけたでしょ。今ふざけたんだよ、ちょっと。ずっとふざけてるから。ソウルってやった。ソウルってやった。やばい、これ私打たなくていいやつじゃない。いやいやいや、リサちゃんもっとソウルだから。さらに攻めて。やばいよ、ちょっと笑ってる、心が笑ってる。あ、こっちでしょ。いいよ、完全にソウル。完全なダブルスのね。それ、もう韓国じゃん。言い方韓国じゃん。コリアの方でしょ。ソウル。もうやめてよ、もう。ナイス戦略だね。はい、そうですね、完璧に置いて完璧に攻めた、はい、今よかったね、うん、よかったです。次ですよ、問題。ソウルいや、分かったよ。いや、ソウル意識して打ったから、うん、そう、滑らせるみたいな。分かる、分かってくれて嬉しい、うん、ウルトラソウルいろいろ出てくる、いろいろ。手つきだったから今引き出し多めで。ソウル、ありがとうございます。どっちでもいいね。いいよ、どっちでもいいね。こっからだよね、うちらの。そうだよ、大事なところが。
100ソウルとか言う、ソウルとか言ってる場合じゃん。100以内がもうボロボロだからね。あ、これちょっと飛びすぎじゃない？飛びすぎじゃない？アドレナリン出てない？あ？アドレナリン出てるよ。いいんじゃない？でもちょっとトップしてないか？双子じゃないんだからね。同じミスしちゃダメでしょ。いい感じと思って見てんな、あっちからは。うん、だからあれ落ちてでけえっつって。あっみたいな、でかっ。でかっ。それとも完璧完璧って歌う、うん。結構いい感じでね。でかっ。でかっ。落ちたらあれみたいな。うん。どんだけ行くの。くそー、またやってまったー。それなー。やってまったー。普段ね、普段回っててこんなことないんだよ。ないよね。そこまでこんな大きく打つことあるじゃん。ない。変わったよ。変わった変わった。ちょっと大丈夫かなと思ったけど、大丈夫そうです。後半うまくいきそうです、この感じ。いや、すごいね。すごい。さすがミラクル起こせたじゃん。言ってるだけある。1ミラクル。1ミラクル。いいな、私も半分ミラクル欲しいな。リサちゃんのミラクル、まず次ね。まだまだ始まったばっかりですか。ナイスバーディーじゃないのよ。やったよ、なんかこういうの待ってた。嬉しいね。幸先よい、はい、ナイスバーディー。ナイスマース。続きまして、ショートホールですね。水飲んで、落ち着こう。私のショットに惑わされてる。ここは私行くね。うん。次もね。そう。波に乗りたいので。うん。いい気じゃない。音が変わった、はい、ちょっと左行ってでかく大丈夫止まれ、まあまあ、ちょっとやっぱ台がね悪いの。このう薄いか肘が おい、うちにつけたんじゃないかな。オッケーオッケー。そうですね、採用です。でもフックスライスですよね、うん、ずっとスライス。でもスライスで見てる。あー切れた。おー、ら結構、あ結構いった。いや、ナイスタッチだね。いや結構いったよ。届け、もっといけ、もっといって。ちょっと待って、乗ってるのに。乗ってるよ、乗ってる乗ってる。いやマジ今乗ってた。ラインはバッチリ、うん、行ったと思った。ナイスパ、うん、ナイスパ、はい、ここね軽い右ドッグで、はい、だった気がします。終わり、以上以上以上です。特に降りた情報はございません。ございません。軽い右ね、はい、見た感じそうかなっていう感じもします、ね、バンカーとかもございません。はい、あれだけだった。ていうかバンカーあんまないね。うん、きれい、よいしょ、いいね。まあでもあっちはあれだ。
オーケー。まあリサちゃんのボールがあるから。だって今、まあ全然いい感じよ。あのその何個取り分は。私で6個。5。じゅんちゃん5、りさちゃんが1、2、3、4、1個違う。りさちゃんこれで終わり、7で終わりでしょ、うん、で、まだこんなにいっぱいある。全然じゃん、全然完璧じゃん。完璧だよ。もう多分途中でもうどっちでもいいよ状態、うん、そうだね、うん、じゃあもういいや待ってない、待ってないよ。ベベ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 ベ、はい、キーバウトでいきます。はい、完璧じゃん。おー、ピン。あれ？めっちゃ上手。あれ？なんか、悪そう。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。どうやって風変わるのかな？どうしよう、もう一回。音も。もう一回あげる？いや、もう上がってるから大丈夫。そう、だいぶ上がってるからね。上げてんのにさ、それ違いませんか。しかも3倍の時置いてきたって言ってまずさ、リサちゃんの完璧なショットが全然完璧じゃなかったっていうところでもうちょっとなんだこれあれっていう、もう完璧にピン筋じってるみたいなね。そう、あーっていった9バウンド来たよみたいな。ピン筋じってたのにさ、ただのさ、じゅんちゃんのドミニオン。いやパーンって言ったからね。先に打ちましょうか。大阪の、おお、あー、惜しい。惜しい、見せてくれるね。え、結構近い。あー、入るともこんぐらい。いいでしょ、誰ともね、いいところ。左口、OK、ドキドキするやん。嫌だよね。でも嫌だよね、これ一人残された時。嫌だよね。すっごい嫌だ。肩入って本当よかったと思う。でも先に打ちたいよね。わかった。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。